トーダル、マルトーダルマルは、北、インド、ムガル帝国の武将、政治家、財務大臣でもある、ラージャトーダルマルとも呼ばれる。トーダルマルは、ヒンドゥー教徒であったが、皇帝アクバルに徴用され、武将としては、グジャラート地方及び、ベンガル地方征服に、行政官としては、租税制度の確立に尽力した。1523年、トーダルマルは、 ラハルプルのヒンドゥー教徒の家に生まれた。そのカーストはカトリーとも、アーグラワールとも、カーヤスタとも様々な説がある。なお、彼が幼い頃に父は死亡し、母と共に非常に困窮した生活を共にしたという。1540年、ムガル帝国に代わって、スール朝が北インドの支配を握ると、トーダルマルは初期の役人となって仕えた。だが、トーダルマルは、 シェールシャーの命によりロータース城の新たな砦の構築、あるいは北西方面のムガル帝国に対する攻撃の防衛などを担当し、政権内でその地位を挙げた。その後、1555年にスール町がムガル帝国に滅ぼされると、トーダルマルは帝国の皇帝、アクバルの行政官となった。まず、彼は財務大臣ムザフファルハーンの下で、 中央政府管理として働いた。1570年代、東ダルマルは、グジャラートスルターンアサの制服を助け、その後は、ベンガルスルターンアサの制服を助けるために、ムヌイムハーンのもとへと向かった。東ダルマルの尽力もあって、ベンガル地方の制服は、数年で終結したまた、1570年代から1580年代に、かけて、東ダルマルは、財務大臣として、 諸地方の測量を行い、税率を決定した。以降、この、東ダルマルの税率は、標準的な税率。1585年、東ダルマルは、バーラーナシーのカーシー・ビッシュバナーと寺院を再建した。1589年11月8日、東ダルマルは、ラホールで死亡した。ありがとうございます。